存在を共有しているっていうその言い方が一番しっくりくると思ってて、他人だと入っていけないようなところに関してもいい意味でも悪い意味でもこう入っていけるっていう特殊な関係なのかなというふうに思います。双子で進むアートの道。ブレイクベイヤー、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち。本郷美術骨董館の提供でお送りします。双子の画家、弟木原健志郎、兄幸志郎とともに幼少期から画家を志してきた彼が最も大切にしているもの、それは幼い頃の一つの記憶。僕は自分の幼少期の記憶とか感覚に価値があると思っていて、親近感のあるモチーフとしてフィギュアとか、おもちゃっていうものを選んでて、でそのジオラマを作ったり、その遊びを入れることで懐かしさみたいな自分のプライベートなものが出てくるんじゃないかなと思ってます。遊びの中に眠るオリジナリティ、それは双子の兄にも影響を与えた。健志郎はこうさっきも言ってたんですけど、制作にものすごくこう遊びという要素を入れてて、でそこは僕もこう影響を受けている部分があって、取り入れた結果お互いプロセスが似ているっていう部分はあると思いますね。やっぱり24時間常にもう同じスペースで制作していて、無意識的に取り入れたり、偶然ではなくてお互いに影響し合っている部分なのかなと思います。切磋琢磨、双子であるがゆえに生まれるその関係性は、決して一人ではたどり着けないアートへ昇華される。僕ら物心ついた時からなんか2人とも絵を描いてて、2人とも同じアーティストでも違和感を覚えなかったっていう。だからといってこう僕と幸四郎の制作が逆では絶対にしっくりこないなっていうのはありますね。同じような幼少期を過ごしてるんですけど、感じ方とか見え方っていうのが少しずつ変わっていって、オリジナリティが出来上がっているっていう。双子だったからこそ今の自分がある。兄と共に芸術の道を突き進む画家木原健志郎の未来とは。僕は自分のそのプライベートな体験っていうのを自分だけでこう閉じるんじゃなくて、見ている人がいろんな解釈をするっていう、そういう一種のコミュニケーションを通じて自分とこう外がつながるような、そういう作品を作っていきたいなと思ってます。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。仙台市ギャラリー8にて東北地方初のブレイク前夜展を開催中。詳しい情報はオフィシャルサイトをご覧ください。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。